次はバンでっかいかな印刷したからね2ページ横長にね扉がはい次は山の牧場ミステリー四十年目の真実山の牧場山の牧場ね非常にシンプルなうんなんか牧歌的な感じぐらいに感じ牧場かようんもう山にある牧場ねうんって感じでしょあるってでもこの山の牧場はいこの階段 では超有名へえむっちゃくちゃ有名へえどこどこの発信源はね怪談収集家でおなじみの中山一郎大先生中山先生ってことは関西関西ですええねこの名前にある通り牧場なんですよ牧場。で牧場にその まあ、牛舎があって、うん、それから事務所というか建物があるんだけども、うん、まあ爽やかじゃないですかこれがね、はい、おかしい、ね、おかしい牧場だからね家畜、うん、牛を飼ってるはずなんだけど、はい、牛を飼ってる痕跡が一切ないそれはあのもう老畜化したとかそういうわけでもなくこれがまたねえ まず発端となったのは今から40年前1982年中山一郎大先生もまだね20代若々しい大学生大学4年生です大阪芸大の映画映画もね自主映画をねまあ卒業作品になるのかなで撮影して。 でちょっとお見晴らしのいいところからのカットを取ろうと、ねうんうん、あるじゃないこうちょっと抜きでねこうやったらうん、うん、そういうカットを取ろうっていうんでこの兵庫県のとある町の上の方山の方に行ったわけだ、うん、あちょっとあの辺が何か見ね見晴らし良さそうだからって行ってみたら、うん、ちょうど道がね細い道があって、うん、そこにドラム缶のね標識があってあと2 0ル1 0ルみたいな。 うん、で終点みたあっこの辺か」みたいな。うんうん、で行ったらばそこに牧場があってう、うん、牛舎が見えた屋根が見えたっていう、うん、あじゃあここでなんか撮影」「でも牧場って言いながら牛いねえな」みたいな。うん、なって見ると牛がいた気配すらもない<う>あれおかしいなで事務所の方見たらあれなんかこう廃墟とは言わないけれどなんか変だなと だからもうほとんど使ってない状況で、うん、ねえのなんかね鍵もかかってない状態でちょっとねあの興味半分でこうなんか扉開けたら、うん、事務所があって、ねうんうん、事務所に行ったら見たらね部屋のど真ん中にでっかい石がある、うん、でっかいパワーソンみたいなでっかい石が置かれてて。そ、うん、それがその 入り口のドアよりでかいの<お>どうやって入れたんだそれありきで建ててるってことですかそその後にで見れたらえ怖い床の底が抜けてるのぐしゃってなってるからい建物を建てた後にこの石を運んだことは間違いないわけどういうことえ、<laughs> どういうこと謎 <laughs> ですねはって言うね怖、うん、なんだこれみたいな、はい で結構みここなんかやばくねみたいな話うんうんで建物は2階建てでうんで2階建てなんだけどうん2階に行く階段がない <laughs> 建物の1階から上がる階段もなければ外付けの階段もないないのかつてあったという痕跡すらもな,いないんですかない<前><ー>だって階 外付けであればこうね階段あったらば中に入るために扉あるでしょうんないんだもんってミステリーですねでも部屋はあるわけロープかなんかで行くでねちょっとねこう隣のその崖見てるとこからこうはい、見ると確かに部屋があるってはいで廊下がこう L 字にこうあるんだけどうん繋がってないのへえ<ー>。だからある種密室状態のこう部屋がこう2階にあって 使った形跡をやんちゃだからさ「ねなんだこれ」ってって侵入したわけよもう廃墟だしねボロボロになってるしてで2階の窓がこうあるを見たらその部屋お札がベタベタベタ怖いし配信もなんか一瞬止まったみたいですよ怖っベタベタれて。 白いペンキで壁に助けてって書いてある何これみたいな完全にもうダメ行っちゃダメスポットじゃないチン通り越してるよこれ <laughs> やばくねみたいなじゃあもしや牛じゃない何かが飼われてだか,だから監禁されてたのそうなんかて怖い<え>でもお札これなんかやばいどこ来ちゃったかな みたいなことで、うん、これね40年間、はい、何度かというかもう10回以上うん、うん、中山さん,ん行って、はい、まあいろんなテレビの企画とかね、はい、雑誌の企画なんかで取材してるんだけどもその度にねおかしいんだよえ変化があるってことですかいろんなまあね一、はいあのー、回はなんかそこで、えー、なんか管理っていうかねその 受け負ってる人がいていろいろ話を聞いたんだけども<う>なんか容量得ないかあちゃんと管理人がいるんですか、ね、いる時期があった管理人っていうかねなんかいろいろこう修繕じゃないけどなんかやってた人たちもてどうもそのオーナーオーナーもね変わってるらしいんでね何度かねふーんいやあの親父にやれって言われてるからやってんだけどそう見て あなんかはぐらかしてるというかなか、ね、と、ね、え何かえないんでなんかあんまりこう聞いちゃないあれなんだけどもちょっと別の話題になった時に「UFO 出るよ」っていうあ突然の UFO3 日ぐらいいればねもう1回に1回ぐらいは UFO 出るって火の玉が火の玉 UFO が現れるっていう,うあれみたいな。 完全になんかやばくねみたいないで給車の方にとちょっとね屋根がね崩落してたりとかねうんうんぐしゃーっとなっててねうんでなんかねその下がね空洞になってるらしい、ね、隕石空洞に建物のこの下のこう空洞になってるっぽいおだからこうなんか,こうなんかあるとボンボンってこうあれこれ<あ>なんなん何何みたいな そういう話がいっぱいあってそこもちょっと調べてほしいですねでなんかねそのラジオかなんかその中山さんがね、はい、こういろんな、まあの媒体とかで紹介したその地元のはいそのちょっとそのバイクでこうねパラララパララ,ラっとつる一族の方っているじゃないはいいますねそういう一族の方まあやんちゃだから、うん、おう そ行ってみようってんでうん、うん、あの中山さんの知り合いだったんで行って,言って写真と撮りましたよって言、うん、ったらあるそうなんだじゃあそれ今の状況知りたいんであのその写真送ってくれるって言ったら「おいいですよ送ります送ります」って電話を切って、うん、それからね全然こう音信が途絶えるんでねおれ<ー> まあ約束守れ電話、ね、あの電話番号知ってるからかけ直しても全然繋がらない、うん、あれおかしいのかなと思って、うん、実家実家というかね住んでるところ知ってるからさ行ったらねもぬけの殻になったえー、ねえね失踪あ <laughs> マジで偶然にもちょっと。 怖いですねだに見つかってえっで中山さんがその山の牧場をねあのシミミ袋とかさあのー、作品の中で書いて最後の後書きに「まけいくん」っていうんだけどいく、ねうんねこれ読んだら「連絡ください」みたいなの書いてるおおいまだにないけいくん何しちゃったんでしょうね怖い だんだんこうね、うん、地面がね、凹んできてる。どういうこと、山の、その牧場自体がってことですか。その技術者があるあたりとかね。はい。どんどん地面がね、沈下してって、ね。クレーターみたいにな。って <laughs> <laughs> そこ。その、なんか。石に。何かありそうですね。その石もね。どっか行っちゃったのがか。かわかんない、ね。 <な>刻々とそのおかしなことが起こり続けてる、うん、えー、でももう40年ですよなんかもうちょっとまだ続いてるんでこのミステリーはすごいただ中山さん呼ばれたところがすごいですね見つけ出したというかまあそこはやっぱり持ってるから持ってますねそりゃもう,そうです、ね、記録に残る会談の一郎そうですよね 一郎ですけど。なんでね、この40年間、あの中山さんはいろんなこ作品の中で書いてるんだけど、今回改めて振り返って、うんうん、その時系列的にこうこう,こうだっていうのを、うん、まとめていただきましたんで、うんうん、ぜひこれ読んで。ちょっとでもめちゃくち怖いよ。<尺>中山さん命狙われてないところがすごくないですか？そこもね。ねそう認められてるというか。怪しいんだよな。<laughs> 実は何かの契約を、ね、メインブラックが現れてるみたいなねね<え>黒ずくめの男とかね黒い高級車が止まってたりとかねあるんだっていうえこの辺りに山の牧場に山の牧場に黒い車は関係ないのに <laughs> これ絶対ダメなところでしょもうちょっとあの。 警察とかが介入した方がいいようなレベルので陶器とか全部こう調べたんだけど、うん、なんかおかしいんだ所有者もわからないとかへ<ー>そもそもその牧場を作った段階で、うん、ちゃんと届け出しなくちゃいけないじゃん出てないんだえ大丈夫なんですかそれダメですよ<う>ダメよダメダメ絶対ダメ<なの> <laughs> 懐かしい <laughs> これなんですあのぜひね、あのー、山の牧場ご存知の方はね、うん、もちろんですけどこ40年間改めて振り返ってという,う非常によくまとまっているので読んでいただければはこれは,は UFO は見たいけどちょっと行くには危険すぎますけど。このもねこう 山の方にこう続く道ががここううあるとこうこう光がこう車のヘッドライト見て光がこうやってこう行って行くじゃないうん、うん、こでこっから空に行った,たい <laughs> すごいいやドライそのまま行っちゃう、うん、だから階段いらないんじゃないんですかねそっからこ階段何 <laughs> か空に実はつながる。 だからその UFO 階段から都市伝説ね、うん、本当に怪奇現象満載のぐらぜひご覧になっていただきますい、えー、ちめちゃくちゃ面白い面白いというのが不謹慎になるからそうかも、ね、怖いちょっと行ける人は行ってくださいとも言えないあまり行くとね私 <laughs> はぼかしてそうですね怖いああ、ヒヤッとしましたね,ねありがとうございますですよ行っちゃう 行っちゃいけませんよ。ダメよ。言いましたよ、<laughs> 最後にね。ダメよ。翡翠と一緒。行っちゃダメ。いダメはい。<laughs>